一回座ってください。シーンに間入ってる。結婚を前提に今考えてる彼氏さんがいるということで間違いないですかね。はい。今回呼んでる女性の方をお呼びしたんで、ハニートラップを借りさせてもらいます。そう、行きたいんですけど。はい。ただ、そこやったらもうすぐ近くなんで、もしよかったら案内します。はい。どこにあるんで。じゃあ、行きましょう。相談もらってて、今回ちょっといろいろ全部見させてもらってたんですよ。申し訳ないですけど、友達さんじゃないですよね。いや、友達や。何の友達やねんじゃん。普通じゃないねん。回答のわけないが、誰やねんって。マジ誰かの前に、誰やねんこいつ。いや、まあ僕ら友達なんです。もう知り合いの友達で、はい、お前が怪しいから、友達でねん。金を回して、誰だぞ。あ、んで誰なんて、こっちの質問答えてくれる。誰やねんって。そんな立場なの。いや、僕らもうずっと受けてたんで、ごめんなさい、全部見させてもらったんで、結婚もそれ約束してたでしょ。どうなんか知らんし。いや、もう彼女さんから、それやったら2人で話すから出てきてもらっていいですか。2人で話されへん状況になったから今こうやって来てるんですよ。とりあえず、いらんのね。とりあえず、じゃあ誰やねって何の友達やねん言うんだよ。友達やねん。だから何の、何の友達なん。お兄さん、とりあえずもう嘘つかんときましょう。もう全部、まあ、見てるんで、ごめんなさい、申し訳ないですけど、僕らが女性の方用意したんで、友達じゃないの分かってるんで、俺たち。僕は後ろからついていっとったんで、それもあの動画回してたんで、全部見てます、彼女さんも。動画回してるって、盗撮や。盗撮じゃない。だって探偵ちゃう。でもさ、自分がやってきたのは、浮気2回もしとって、そっからの信頼とか、時間も、そんな経ってないわけやん。その中で結婚前提で、結婚する前のわけやんか。やだ、何してるの？友達とか言いながら、一緒にするとか言って、何してるんだよ。チュース？とりあえずとかじゃないの。まずその質問に答えしろ。いいか。返答くれ。出てきてもらっていいですか。いや2人では話もできないんで、僕らも見守っとくんで、ちゃんと話してんのにさ、そんな態度ないの。え、帰ってくれよ、普通に。何の態度？あ、もう正座せんや、ここで。なんで？そんなすな。お兄さん、なんで逆ギレしてるんですか。まあ、やましいことあるから逆ギレやもんな。普通に見たらわかる。なんだ、普通に見たら。カメラ回して、なんか人間的で。え、そんな1対1で話できひんねんから、そりゃ、頼むわな。依頼できるんやったらこっちも頼みますよ。ほぼ浮気してたみたいなもんじゃないですか。もうそこ認めて、ちゃんともう謝りましょうよ、まずは。じゃないともう話の拉致が開かないんで、まずそこ認めましょう、しっかり。まず、ドタキャンしたってあれ、自分や。そうなるわな。あ、ドタキャンしたからって、どちらも行くんや。お兄さん、それはおかしいですよ、さすがに。俺たち謝りましょう、とりあえずは。え、謝らへんの？謝ることもできひん人なんだよ。小さい男やな。それは、たまにも。なんだそれは。お兄さん、あの友達って言ってましたけど、それもだからちゃんと自分の口から言った方がいいんじゃないですか。実際どんな関係やねん。できる待ち合わせしとったやん。うん。どれだけしたやんか。うん。待っとったわけやな。うん。そしたら、その女の子が声かけてくれた。うん。道わからんか教えて。うん、その流れで、じゃあ、私に聞きますね、とか。それを最初からちゃんと説明しましょう、言いましょう。そこで友達やとか嘘ついたりして、余計にヒートアップするじゃないですか。で、それ嘘ついてたってことは、何かしようと思ってたんじゃないですか。チューしようとしたのか、腕組んでたしな。全部見込んで、正座せよ。何やねん、その態度。では、それ謝って。開き直りな、ただ正座せよ。せえ、そうなさ。君ちゃんも反省の意味がないやん。言葉やりてる。あ、言葉で言えばいいんや。で、終わる話で思ってる。なあ、おい。なあ、始めましょう。一旦でも、お姉さん。なあ。お金の態度が。ないよねんて。ちょっと一回話して。お姉さん、ストップ。お姉さん、一回座ってください。ちょっと
手出したらちょっとさすがにダメなんで、やめましょう。手出させてください。ちょ、お兄さんもう普通にやらなくてください。もう一旦ヒートアップして。え、さっきやらなったぜ。いやもう言ったもん。その態度やよ。謝ったからもういいやんっていうその態度が多分彼女さんのこと怒らしてると思うんです。素直に謝りましょう、うん、これやったらあれやから一回一回離れましょう。もうとりあえずお姉さんも多分もう感情的になりすぎてるんで、まあ、このままそのどうするか、まあ、2人今多分話しても結局集まって話できないと思うんで、後で連絡するなり一旦ちょっと離れましょう。じゃあ行きましょう。後でもう連絡取るなりして後日にしてください。はい、だから分かってんのほんまに。ええか、ええか、ええか。それをやりましょう。もう。だから分かってんのか、ええか。行きましょう。はい。ちょっと感情的に。まあ、ちょっとあの態度もよく分かったんですけど、手上げてしまったのはもうお姉さんの悪いんで。まあ、ちょっと一旦落ち着いて、多分今日話してもうたらまた。さっきみたいな感じになっちゃうから、僕らおらへんからもっとややこしくなるから、じゃなくて一回ちょっと後日、あとあのこの話終わるまでは間入るんで、はい、腹の虫はそうなんですかね。お姉さんイケイケすぎやけどね。いやいや、もっといかないと。まあ態度もあったと思うし、3度目なんですね。今の気持ち的にはもうどう考えてます？今のお姉さんの感情的にはどこの感覚ですか？別れるのはもう決まってますね。変な方向にだけ行かんと、綺麗に別れろって言うまでは言わないですけど、ちゃんと話し合いして、はい、もう私が気がするまで行こうと思って、手だけ出さずに、はい、それだけ約束してやる。わかりました。全部僕たち間今日入った意味になっちゃうんで。ありがとうございます。いや全然。これもう結婚する前に良かったんですか？そうですね、まあ、逆に結婚してからです。そうです。まあ何回も起こってることあるし、今回で3年目の感じ。多分あの感じやったら多分ならなさそうだよね。そうやな、ちょっと、まあでも、あとはもうお姉さん次第ですけど、はい、まだ結婚してないから、逆に本当に、もう結婚してないで良かったですね。ちゃんとその人の印象が良かったっていう、まあ治らないやろな、こいつっていうのも分かったので、それに、自分の手を煩わせずに徐々に行ってました。怖い、すみません。冗談の本気です、マジで分かった。思います、その結婚生活。一応どうなったかだけ報告用意されるのがあって、はい、ちゃんと話し合い感情的にできへんでやったら僕ら、はい、入るんだ間絶対手だけ出さずにちゃんと終わらせましょう。子供じゃないんで、私の人生が最後。それは良かったですよね。はい、こんな男と過ごしたら何回こういうことが起きたとか想像しただけでゾッとしました。ハニートラップを書き出してもらって、まあ、結果は良くなかったんですけど、最終裏の顔をしっかり見れたっていうことで、まあ、結婚する前で良かったかなっていう。いや、もうそれは別れるのは全然大丈夫なんですけど、しっかり話し合ってちゃんと分かってください。こんな感じで結婚前調査もしたりするんで、もし依頼したいなって人は、まあ、概要欄貼ってるんでまた DM してください。で、行きますか。はい、一旦今日はもう家に帰りましょう。はい、やっぱり外出て帰ってきたら、いや、意味わかんないじゃん。どんだけ女と密着してんのって話なんだけど。